さて丹波篠山市にクラフトビールとグランピングが融合したお店ができたということで取材に行ってきたんですけども、檜山さんクラフトビールお好きですか？はい、飲みますね、うん、はい、やっぱり、まあ、旅行とか行ったりすると、はい、なんか置いてあると興味あります、はいはい、そのクラフトビールと、はい、ウラリエさんグランピング、はい、グランピング、はい、結構行くんですけど、なんかグランピングってもう全て準備されてるんで、うん、もうなんか手ぶらで行けるのがやっぱいいですよね、うん、なるほど、ということで、うん、このクラフトビールとグランピングどのように融合しているんでしょうか、ご覧ください。こちらは丹波篠山市にあるクラフトビールの醸造所、店内のバーカウンターでビールを味わいます。まだ日が高い時間でしたが我慢できずに早速、うわー美味しそうこちら定番ビールからいただいてみると、うまいもう最高これは。いや、もうお酒といえばね、えのきアナウンサーの千枚特許なんですけどもたまには私もいただきまして、いや、このピルスナーすごいすっきりしてて喉越しも爽やかな感じで何杯でもいけそうな、 ありがとうございます、まあ、オーソドックスな感じで、うんうん、飲みやすさにこだわってます、はいはい、美味しいのでだんだん仕事を忘れていくようです。あ年間20種類ぐらいいろいろなビールを、はい、作ってます。年間20種類じゃあ季節によって変わってくる感じですか？そうですね、はい、4つのタンクで仕込んだ店主こだわりのビールが常時6種類用意されていてユニークな味も楽しめます。2杯目は柚子を使ったビールです。あ、確かにほんのり柚子の香りが、ああ柚子ですねビールの苦味がちょっと苦手という方にはいいかもしれないですね、うん、さらにこちらはアロマを作るときに使う樹木クロモジを原料にした珍しいクラフトビールです。木の香りがふわっとこう鼻に通っていくような。3杯目もあっさり飲み干してしまいました。3杯もビールいただいてね、かなりいい気分になってきまして、若いよ、ね、仕事に行ってるんですけどもう帰りたくないなっていう気分になってきたんですけどね私はえのきアナのように強くはないのでやはり酔いました。そこで案内してもらったのが、あ、なんか可愛らしい建物がありますけど、こちらが飲んで泊まれるグランピング施設になってます、はい、飲んで泊まれるグランピング、うわーすごい、うわベッドがありますよ、お客さんがですね、やっぱりビール飲んだ後そのまま泊まれる設備があったらいいなという要望が結構ありまして、大人の秘密基地みたいな感じで、はい、確かにこれはいいアイデアですね。料金は1人6500円から、冬用の寝袋が2つあって最大4人泊まれます。すでにいい気分になっていた私は迷わずベッドへうわふわふわ、ここでコーナー終了です、お疲れ様です。おい、こんな幸せなロケがあっていいのでしょうか、檜山さんいかがでしたか。はあ、最高やね、はい、はい、僕もビール、どちらかというとビールそうなんで、そうなんですね、はい、でやっぱあれだけの種類があるとやっぱり飲みに比べできるじゃないですか、もう全然違うもんね、あれね、そうなんですよ。だから年間通して20種類ぐらいありますので、もう季節ごとに行くとまた違った味のビールが飲めると。でちゃんとね、泊まれる施設あるとそうなんです、安心ですよね。やっぱどうしてももうね、もう帰るの邪魔くさくなるんで、こういうのあるとやっぱ車で行ってもやっぱりちゃんと、ね、そうなんですよ、飲んでそこで泊まって、はい、できるから、うん、いいね。ウラリエさんいかがですか。いや、私お酒飲めないんですけど、なんかすごいパッケージが可愛いですね、ビールの、うんうんうん、あ、ね、そうですね、可愛いし、なんかあの柚子やったらなんかちょっと弱いんですけど、はい、飲めやすそうね。あの柚子は本当にビールっていう感じじゃなくて、はいはい、柚子のリキュール飲んでるような感じなので、柚子のソーダ割りみたいな感じの味わいですね。結構クラフトビールって飲みやすいもんね、はい、だからお酒苦手な人でも、はい、うん、飲めると思う。ただ中にはすごくコクのある、はい、癖のあるビールも作ってらっしゃるということで、
でこの店主の井筒さんなんですけど、もともと西宮のでサラリーマンされてて、はいはい、ビールが好きすぎて丹波篠山に移住して、はい、クラフトビールのお店を開いた自分で作ってということでね、もう本当に筋金入りのビール好きが考えたクラフトビールですので、皆さんにも、ね、ぜひ味わっていただきたいですし、うん、あのグランピングの施設も本当に檜山さんベッドがもうふかふかで毛布もあったかくてすぐ眠れる即寝、はい、いいね、即寝、いい夢見れるね、はい、うん、で、お店自体午後10時までなんですけども、ただ、樽のビールとかも、貸していただけますので、その後まだ飲み足りないという人は部屋で飲むこともできると最高最高ですよ。いやもう本当にね、ぜひ皆さんにも、うん、まあ、本当に地元の方はもちろんですけども、うん、旅行で丹波篠山に行かれた方 もう車で行かれた方も、ね、帰りの心配しなくていい。なんか4人まで泊まれるって、ね、そうなんですよ、4人までだから家族で泊まっても ね、いいでしょうし、そうそうそう、はい、ぜひ利用していただきたいなというふうに思います、うん、本当にビール美味しかったんで、はい、ということでマチトピお伝えしました。